これを読んでいる人はいるのでしょうか。ということでどうも、ゆっくり霊夢です。いやさっきの何？ゆっくり魔理沙だぜ。そんなことよりほら、今日は金ヘルメットと金アーマーですよ。これでアビリティのチャージ早いし、回復量も上がります。別ゲーの話やめてもらっていいですか。まあそれはさておきですね。見てくださいこれ、大量の金インゴット。これを NPC に渡すとエキゾチックが。別ゲーの話やめてもらっていいですか。まあ、NPC に渡すってとこはあながち間違ってませんから。今回はピグリンと交易しようと思います。へえ、そんなことができるんだな。うん、私もまだよく知らないんだけど、とりあえずネザーに行ってみましょう。はい、着きました。ここはネザー鉄道の駅にしちゃったから、新たに出口を作らないとな。とその前に、適当なブロック持ってくるの忘れたわ。なんかここにネザーレックがあったのでこれを持っていこう。ダイヤのツルハシとかもあんじゃん。幸運さんのやつだし、忘れてたわ。まあ今回はこの、露天掘りで活躍したツルハシを使うよ。そういや前回露天掘りしたな。何かに使うとか言ってなかったか？うん、視聴者さんから色々コメントいただいて、魚トラップとかスライムトラップとか作ってみようとしたんだけど、どれもいまいちうまくいかず、結局保有にしてるわ。まあまたいつか、手をつけられるといいな。ところで、ピグリンってどこにいるんだろう？前会ったとことか全然覚えてないな。いやー、あの時は本当にひどい目にあったよ。未だにトラウマだから、正直仲良くなれるか不安だけど、どうやら金装備を身につけていれば、ピグリンは敵対してこないらしいので、それで金ヘルメットと金アーマーだったんだな。うん、そして改めて説明すると、ピグリンは金インゴットをあげれば、ランダムなアイテムと交換してくれるらしいんだ。本当に金が大好きな生き物なんだな。うわぁ、ガストとかやめてよ。別に意味を求めてないから。なぜだろう、ドルチェ&ガッバーナの香りがする。とにかく逃げなきゃ。でも待って、ここめちゃくちゃ足場悪いんだけど。ソウルサンドにマグマブロック。最悪だな。くそー、嫌だけどガストのいるとこに引き返すしかないか。で、おお、後ろから玉なのか、玉ガストなのか。てか霊夢、ガチで体力やばいじゃねえか。死ぬ死ぬ、危ねえ。いやマジで死ぬところだった。ハート半分にまでなってたぞ。とりあえず建築。建築して射線を切るんだ。なんかマジでフォトナみたいになってきてんな。ポーションはないから、自然回復を待つしかない。幸いお腹は空いてないみたいだな。あ、あっちにネザー鉄道が見えるわね。右の方にはモンスターがいっぱい。後で行ってみようかな。とか考えてたらガストが来たわ。もう腹をくくって、弓矢で戦うわよ。ガストの弾をなんとかかわし。なんだ、意外とあっさり倒れたわね。このまま向こうのガストも攻撃しちゃおう。おい気をつけろよ。間違ってゾンビピップマンに当たったら大変だ。わかってるわよ。でもやっぱり、ガストがいると落ち着いてピグリンを探せないから、ここで一気に倒しちゃうわ。奥にももう一匹いるな。君にはまだ何もされてないかもだけど、この先の不安解消のため、悪いけど倒させてもらうわ。あ、いたー、ピグリンだ。やっと見つけたよ。こっちを見ているが、やはり敵対心はないようだな。とりあえず安心ね。それじゃあ早速攻撃をしてみるわよ。果たして何をくれるのか、楽しみですね。はいどうぞ。じっくりと品定めしてるな。おお、やだ、矢をもらいました。多分8本、かな？まあ金と同等の価値があるかは怪しいけど、とりあえずもっと取引していきましょう。今度はこっちのピグリンと。川が2つです。まあこれも使えなくはないが、って感じだが、レアなアイテムもあるみたいだし、残り25個、全部取引するわよ。ネザークオーツ、12個。川、4個。黒曜石、1個。今んとこ珍しいアイテムは出てないな。砂利？ちょっとそれはあまりにしょぼくない？またネザークオーツだな。おお、これは、発火剤、地味に持ってないから嬉しい。糸、2本。また川4個。また糸2本。糸はちょっと悲しいな。ネザークオーツ、今度は10個かな。そしてまた糸、今度は6本。
チャリ。いや、9本。あ、ポーションかと思ったら、ただの水の瓶か。そしてまたジャリ。ちょ、次こそ頼むよ。いやまたかよ、もう別のやつにするわ。おっとここに来て、見たことないアイテムゲット。泣く黒曜石だって。へえ、珍しいものかもしれないな。よかった、何の収穫もないまま終わるとこだった。さああと8回、ピグリンガチャ、やっていくわよ。皮、4個。ソウルサンド、6個。また泣く黒曜石。でも今度は1個しかもらえなかったな。水の瓶。あ、間違えた。発火剤、2個目。もうラスト3回だな。暗黒回連が、初めてだが、まあそんな珍しくはないかも。いや、10本。さあ、いよいよ最後だ。なんか珍しいの頼むよ。いや、めっちゃあっさりだな。即決だったな。お、でもなんか、ブラックストーンだって、珍しいのかと思ったけど、前にネザーを探索した時に普通にあった気がするぜ。まあ何はともあれ、これで攻撃終了ですね。一旦拠点に帰って、結果をまとめましょうか。帰り道も注意していかないと、ネザーは危険がいっぱいだからな。やばい、早速ガストに目をつけられたけど、遠くにネザー鉄道が見える。まずはこいつを倒して、なんとかそこまでたどり着ければ、あとはそのまま帰れるはずよ。さあ、ピグリンからもらった矢を食らえ。最後に一発食らったけど、大丈夫そうだな。いやー、鉄道作っといてほんとよかった。迷子になりやすいネザーで、いい目印になるな。今回は一度も死なずに、無事帰れるわね。はい、お疲れ様でした。今回27個の金インゴットを使って、手に入れたものがこちらになります。まあ正直金の方が値打ちはあると思うから、ピグリンとの交易は、金に余裕がある時にした方がいいな。今回は出なかったけど、エンチャント付きの本とか、もっとレアなのもあるみたいだからね。ちなみに今回一番嬉しかった泣く黒曜石は、ネザーでリスポーン地点を設定できる、リスポーンアンカーのクラフト素材となるみたいだ。え、めっちゃいいじゃん。まあそれには6個必要だから、まだ足りないんだけどな。ということで今回もご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくだぜ。それじゃあまた別の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。